23番はね、コスケつけてるんで、なかなかね、開かないんで。まあ、他、50がマックスやったので、で中途半端な番号でやっぱりもう50でいこうかなと思いますけどね。23とはもうお別れですね、僕は。コスケがいる限りは。まあ、久々の90やったんで、ちょっと疲れましたけど、持ち味出したところもあるし、もうちょっとやれた部分もある。っていう印象で、まあ、勝ちきれなかったのが、もったいなかったなと思いました、ね。まあ、1試合やってだいぶ自分の感覚も慣れてきましたし、勝ってる時はまあこういう展開になるんかっていう感じの雰囲気はつかめたので、もう少し積極的にやっていくべきなのかなと思います。長いボールとかがちょっと増えちゃって、自分たちでボールを握る時間っていうのがすごく少なかったですし、まあ、うちの攻撃陣は、まあ、シュートまでいけちゃうんで、落ち着くところは落ち着くっていう感じでもないし、そういうところのメリハリっていうのをもう少し最終ラインからボールをうまくつないでいって、自分たちがボールを握る時間っていうのも、まあ、勝ってる時は特にそういうのをボールを大事にするっていうところをもうちょっと心がけて、まあ、みんなとコミュニケーションを取っていければと思います。まあ、ネルシアンさんはやっぱり相手のフォワードをとにかく潰してほしいっていう監督やし、あとはまあ攻めてる時のリスク管理の時に、まあとにかくセンターバック2人で相手のフォワード1人を潰しきれっていう、まあチャレンジャーの顔をしながら、そういうのはすごく要求してくるので、その面ではまあすごくやりがい感じるし、相手のパスの出し手やったり、まあ、クリアボールの予測やったり、試合の中で常に集中力を研ぎ澄ましとかないといけないっていう、メンタルやったり体の準備っていうのはすごく、まあ、練習からそういうのを成長していけるんじゃないかなと感じますね。まあ、まずはもう後ろ振り返らずに、自分たちの目の前にある一試合一試合に全てをかけるっていうのがものすごく大事だと思うし、まあ、チームが一体感を持ってこれからラストスパートかけないといけないと思うので、とにかく自分がやってやるぞっていう気持ちを一人一人が持てば、チームはさらに上に行けると思います、はい。点が入りそうな雰囲気が常に作ってくれるので、そういうのはすごく心強いし、対戦する相手ゴールキーパーの話とかを一番よく聞きますね、うん、あそこでは試合したくないっていうのは聞くので、まあ他のチームからしたら苦手なスタジアムっていうのは、自分たちのチームがね、それが味方っていうのはすごくでかいことだと思うし、ありがたいことだと思うので、まあ、このスタジアムは最高やと思いますけど、まあ、ここ数試合、勝ててないので、僕自身がレイソルの力になって、さらに、勝ち点を積み上げれるように魂を持って敵チームに立ち向かって、何としても勝ち点3を取りたいと思います。